英検受かったらしいけど、何級受かったんですか？12級です。12級？はい。あ、そう、すごいですね。ちなみに今何年生ですか？中学2年生です。中学2年生で12級は偉いです。あ、はい。ちなみに、どんな本使って勉強をしたんですか？デルジュン・パスタンっていう本を何時？毎日読んだりとかしていました。それは時間どれぐらいの？毎日って。毎日寝る前の5分10分だけ偉いな。勉強しましこんなん見たら夢出えへんの？単語た。は。いや、出ません。出ません？で、他は？英語を一つ一つ分かりやすく、学研の、それも毎日、できる限り毎日やってました。何回ぐらい、最初から最後まで何回転ぐらいしたかな？15回ぐらい。15 回ぐらい。すごいな、それは。幼稚園からやってたから。あ、もともとの、英語をもともと幼稚園からな、あ、やってるっていうことですね。中学の英語のやつを、幼稚園からやってました。あ、中学の教科書の内容っていうことかね。はい、そうです。ああ、そうやね。すごいね。次は2級ですか？いつ頃の予定ですか？次の学校の英検の受けるときが来たら受けます。取ってやろうと。取ってあります。じゃあ、動画に保存して取ってやれたかどうか、また時期が来たらまた取らせてもらおうかなとも思います。ありがとうございます。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。